今やがんは日本人が2人に1人は罹患するごく身近な疾患となり、不治の病ではなくなってきています。ただがんを宣告された人にとっては依然としてその事実に戸惑い、本人はもちろんそのご家族や友人にも様々な思いが襲ってきます。今日はがんについて、宮崎県の相談支援部門についての情報をお知らせします。我が国のがん対策については、がん対策基本法及び同法の規定に基づくがん対策推進基本計画により総合的かつ計画的に推進されています。がん診療連携拠点病院については、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるようがん医療の近点化を目指し整備が進められてきました。これらの病院は治療の内容や設備、がんに関する情報提供などについてその質が維持されるよう努めています。がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院や小児がん拠点病院、地域がん診療病院に設置されているがんに関する相談の窓口です。宮崎県では、宮崎大学医学部附属病院、県立宮崎病院、国立病院機構都城医療センター、県立延岡病院、県立日南病院の合計5カ所が指定されています。その5カ所それぞれにがん相談支援センターが設置されています。患者さんやご家族のほか、地域の方々はどなたでも無料でご利用いただけます。がんに関する治療や療養生活全般、地域の医療機関などについて相談することができます。ただあなたの担当医に代わって治療について判断するところではありませんので、ご留意ください。がん相談支援センターは施設によって医療相談室、地域医療連携室、医療福祉相談室などの名称が併記されていることもあります。がん相談支援センターでは、がんについて詳しい看護師や生活全般の相談ができるソーシャルワーカーなどがそれぞれに研修を受け、相談員として対応しています。相談は面談または電話で話を聞く方法があります。生活のことや治療や療養に伴う疑問や不安を誰かに話すことには抵抗があるかもしれません。また相談した内容が他者に知られてしまうことへの心配もあるかもしれません。しかし、ご相談いただいた内容があなたの同意なしに他者に知られることはありません。また匿名でのご相談も可能です。相談をすると担当医の先生がよく思わないのではと心配される方もいらっしゃいます。そんな時はそのご不安を含めて相談員にお話しください。そのお気持ちに配慮をしながら相談に当たらせていただきます。また宮崎県ではハローワークによる就労支援、宮崎産業保健総合支援センターによる治療と職業生活の両立支援を始めました。がんの診療から治療、その後の療養生活、さらには社会復帰と生活全般にわたって疑問や不安を感じたとき、一人で悩まず気軽にがん相談支援センターにご相談ください。宮崎県がん診療連携協議会相談支援専門部会は、がん患者さんやそのご家族の応援団です。